膝の動画です。今日やるのはですね、こちらインパクトドライバー用のソケット、まあ足早さんなんかが使うやつですね、これどこが一番丈夫ですか、折れませんか、その勝負やりたいと思います。もともとですね、ちょっとやりたいなとは思ってたんですけれども、つい先日ベッセルさんがこれ出したんですよね。超豪端ミラーソケット 40V 対応とかってデカデカ書いたやつ出してて、で元々ですね、豪端ソケットっていう丈夫なやつはあったんですよ。あれと比べてなのか、当社従来品と比べ、耐久性約5倍、5倍ですって5倍、いやみたいなね、ところがあって、まあちょっとですね、ちょっとベッセルさんとお話しする機会もあったんで、あ、じゃあ新商品出たんすか、じゃあ僕降りますわみたいな、すいません、そんな感じで、スタートしたわけなんですけれども、田島さんの、じゃあこの耐久ソケットってこれですよね、これ使ってる人多いんですけどね、耐久ソケット、あとは、トップ工業さんの、うちだとですね、この EDS17 っていう一般的なソケットがよく売れるんですけれども、耐久性2倍とかって言ってアルファソケットっていうのもあるんですね。なので、この耐久ソケット田島、トップさんのこれアルファソケット、あとは超高端ミラーソケット、まあ、この辺がですね、まあ、各メーカーうちは強いっすよとかって売ってるやつなんで、まあ、その辺を対決させたいなと。で、まあ、さすがにお客さんが、じゃあこれ出ましたよって、お、戸島とどっちがいいんすかとかって聞かれるんですけど、いや、わかんないですね。わかんない。困るんですよ。それで、じゃあやろうじゃないかって。で、まあ、全国のですね、道具屋の皆様、金物屋の従業員の皆様ですね、今、これ、全部おりますから、これで、ここが強いっすよ。お話できるようになるんじゃないかと思いますんで、まあ、ぜひともですね、そういった皆様も見ていただく。あとは、もちろん職人の皆様ですね、特に足早さん、丈夫なソケットはこれですよっていうところをちょっとお伝えしたくて、これから動画を。あとはですね、まあ、こんなことやると、先に折れたメーカーさんからですね、営業妨害じゃねえかとかって怒られそうなんですけれども、まあ、いいでしょう。やってもいいですよね。まあ、ドキドキしながら、うちの勝てるかなって感じで、見ていただければいいなと思います。で、折れなかったメーカー様、ぜひとも、僕の動画をですね、持ち歩いていただいて、各展示会なんかでですね、使っていただければいいんじゃないかなと思います。じゃあ、そんなわけで、対決するソケットですね、順に行きましょう。じゃあ、まずベッセルさん、これ、超豪端ミラーソケット。MTA201711 とかで、これ、品番超長いですね。これ、次、豪端の深穴ソケットの LA201711 って、これが、まあ、ちょっと前までの最強ですって言ってたやつなのかな、です。次、トップさん、EDS の17っていう、これが一般的な方。で、次、これ。アルファソケットの EDX の17ですね。で、次、田島。これ結構僕好きなんですけどね、耐久ソケット。田島 SD ソケット、TSK-SD176K ということで、田島。で、最後、これがですね、これも一回紹介したかったんですけど、僕実はやってなかったんですよね。KTC 難攻不落ソケットって、これご存知ですかね。ですね、ちょっと言い方が悪かったらごめんなさい。これもう折れる前提で作ってて、こんなですね、6.35 の細いビットの軸なんか折れて当たり前なんですよ。なので、折れますと。で、折れるんだけど、折れた時にソケットのこの先端がボロン落ちるから怒られるわけですよ。なんですけれども、折れる箇所がですね、このソケットの中で折れる作りになってて、折れてしまっても先端がボロンって落ちないですよっていう、その落下防止を謳ったソケットになります。なので、まあ、その辺もですね、なんか折れるってことなんで、じゃあ果たして本当に落ちないのかっていうところを、折ってみて検証しようかなと思いますんで、まあ、そういうのをちょっと同時進行でやろうと思ってます。次、使用する工具、廃工機のインパクトレンチのこれ一番でっかいお化けみたいなやつ、 WR36DA、 これでやります。本来皆様が使うであろうインパクトドライバーってこっちですよね。今廃工機でいうと WH36DA、 あとマキタさんでいうと TD171D とか、まあ、もしくは 40V で TD001 を使う人もいるんですかね。まあ、足早さんはあんま売ってないんで171とか、まあ、旧型170あたりが多いと思うんですけど、まあそれが大体、まあ、せいぜい150ニュートンマイメートルから200ニュートンぐらいだと思うんです。150から200ぐらい、
じゃあこいつはっていうと、1100です、もうごめんなさいアホです。1100なので、さっさと折っちまおうってことですね。でさっさと終わらせます、やります。なんで、まあ、何秒で折れたのかなとか、なんかそういう検証の仕方でいいのかなと思います。でもちろんこれとこれのその打撃する叩き方が違うから、本来この開発している意図とは違う打撃の仕方で折れちゃったりもするかと思うんですけれども、まあその辺はですね、同じ条件でやっていきますんで、まあまあまあ、はいはいっていう感じで見てください。で、まあ、僕がですね今これド新品持ってきたんですけれども、まあ、どこどこのメーカーさんのやつは錆びるからそれで折れるんだよとか、まあ、そういったことがあると思います。今結局新品で全部調べるんで、そういうですね錆だとかなんとかっていうのはちょっと僕のこれからやる実験では出せませんので、まあ、その辺はですね皆様コメントいただければ、俺はずっとこのソケット使ってるけどもいいよとか、でこっち使ったことあるんだけどもう錆びちゃってあんなの1ヶ月もたないで折れちゃうんだよねとか、まあ、そういったコメントはください。でもらったら、まあ、いろんなこういうメーカーさんが僕の動画見てくださってますんで、まあ、それでいや、お宅の錆びるからもうちょっと、錆止めのなんか加工うまくやった方がいいっすよ、とかっていうですね、また商品の、こう、質が上がっていくようなですね、きっかけになる動画になればいいなと思います。はい。まあ、いろいろですね、言いましたけど、僕はただですね、折りたいだけなんですよ。はい。そんなわけで、折るの、やってみます。はい。じゃあ、さっきも紹介したんですけど、WR36DA に、トップさんの PAD64 っていうソケット1個かまして、で、インパクトのビットつけられるようにしての EDS17 ですね。じゃあ、これで、この単管クランプってやつを締めていこうかと思います。もう、パワーは最大の1100っていうモードで、締めちゃって、さっさと終わらせようかなっていうところもあります。やっていきます。こっちに体を入れたのかな。こうして、見えてる？見えてますね。じゃあこれでいきましょう。ですね。で、ちょっと今の場合はネジ山じゃなくてちょっとナットが舐めたんですけれども、まあ、これで1個終了っていうカウントの仕方をさせてもらっていいですかね。じゃあ2個目いきましょう。よし、映ってる？ちょっと映りがちょっと悪いですね。よいしょ、これでいきましょうか。折れた、折れましたね。1個とちょっと締めたとこで、折れたと。じゃあ、次行きたいと思います。はい、じゃあですね田島さんの、SD ソケット17、これをやってみたいと思います。これをこうして、じゃあいきまーす。おや、下手っぴですね。折れない。あー、ちゃんと単管のメス側がなんかバカになってる感じで全然大丈夫っすね。よいしょ、ここで折れました。ちょっと今クランプ2個目をガッといったところで、折れました。
はい、じゃあ次。次はですね、今どれだ、これだ、はい、よいしょ。ベッセルさんの強炭ソケットの不可なソケットってやつですね。 18V 対応とかって書いてあるんですけど、まあこれいかにですね、ちょっとですね、うちの在庫全部六角でやりたかったんですけど、これだけちょっと12角なんですよね。なのでもしかしたらソケットのこの内側12角なんで、こっちが舐めるかなとかって懸念されるとこもあるんですが、まあまあまあ先にビットが折れるか、まあどうかな、ちょっとやってみましょう。じゃあここからいきます。こうして映ってますね。いきまーす。折れた。1個目で折れましたね。まだ舐め切る前に折れてしまいました。じゃあ、次いきまーす。はい、こっからが本番と言えるんじゃないでしょうか。トップ、アルファソケットですね。耐久2倍とかって書いてある、こいつ。これをやって、さあ、何個かかんだよって話ですよね。まあちょっと、面白そうなんで、やっていきましょう。よっ。はい、セッティング、OK。セッティング、OK。よし。じゃあ、このソケットを、ちょっとさ、OK、セット完了。じゃあ、行きまーす。折れてしまった。折れましたね。なんか途中から回らないなっていう感覚はあったんですけれども、舐めるより前に折れたという感じですね。はい、じゃあこれを使ってる人も多いんじゃないでしょうか。田島の耐久ソケットですね。ですね、あの僕のよくこうお付き合いしてくださる足場屋さんがよくこれ買ってくださるんですけど、どうもですね、このビットは折れないらしい、本当に。ただ折れない代わりに、ここでなんかこのプラスチックでいいのかな、ここのとこのプラスチック、ビットとこのソケットをつないでるこのプラスチックみたいのがどうやらなんかズルズルになるんだよねとかって声を聞いたんで、その超ヘビー足早さんはそこをズルズルにしちゃうらしい。だから多分僕も今これ折れずにそこがズルズルになるんじゃないかななんて思いながらこれからやっていくんですけれども、あのまずズルズルになったら終わりっていう感じですかね。じゃあやっていきたいと思います。ここをはい、いきまーす。やべ、びくともしない。すごいですね。これは本当にすごい。なんか今まではこうクランプが舐めてたとかがあったんですけど、この舐め具合ってもしかしたらこう傷んでたとかがあったのかな。こっちはですね、なんか全然すごいな、本当に。あ、行ったっすね。行きました、行きました。まあ折れたし、なんかプラスチックがこうちょっと熱いな、よいしょ。なんかこんな感じでゴロッといきましたね。ボロッと折れましたね。でもものすげえ耐えてましたよね今。はい、まあちょっとそういうなんかそうまとめみたいなのは後でやりましょうか。じゃあ次いきます。
はい、じゃあいよいよラストですね。ベースセルいきましょう。これ最強のやつ、超高端ミラーソケット 40V 対応っていうですね、まあ、出たばっかのやつですね。これをやりたくてスタートしたわけなんですよね。じゃあどれぐらいいくのか楽しみですね。いきます。いいでしょうか。ですね、ウルトラ熱々になっちゃってるんですけど、これはあっち強い。ですね、まあ、田島さんもさっき、まあ、狙ったところで終わってくれたんですけど、まあ、最後折れちゃったんですけどね。すごい強いですね。もっといかなくてもいいですよね。ベッセルの超強端ソケット 40V 対応で5倍強い、はい、看板に偽りなしというぐらい強いですね。折れない、本当に折れない。ちょっとこの後またやってたらどうなるか。ちょっと熱い熱い熱い。おい、強いですね。いい。はい、じゃあそんな感じで、まあ、また後でまとめて話しましょう。はい、じゃあ最後、KTC さんのですね、ちょっと前に出たやつ、京都機械工具株式会社さんで、まあ、KTC って呼ばれてるんですけどね、これの軟鋼フラックソケット、これはさっきもお話ししたんですけれども、もう折れますということですね。まあ、折れますって言い方も良くないんですけど、折れた時に、こっちが折れるんじゃなくて、この中で折れるような仕組みになってると。だから若干ここよりもこっちの強度の方が弱いんでしょうね。まあ、それによりボケって折れても空回りするだけになって先端は落ちねえぞというところですね。これは、まあ、さっさと折れていただき、熱い熱い、折れて、まあ、落下しない具合を見ていただこうかなと思ってます。じゃあ、いっちゃいましょう。うわ、嘘でしょ。折れちゃいましたね。というわけで、まあ、これカットした方がいいのかな。軟鋼フラックソケットは確かにここで空回りしたんだけど、いいか、終わり、コメント終わり。はい、はい、というわけでいかがだったでしょうか。ですね、ちょっと前半の、まあ、始める前のところで、まあ、私実験しましたとか言って、そのネジ山が舐めた回数で何個締められるか勝負しましょうとかって言ってたんですけど、スタートのですね、その実験前とかでやってた1個2個っていうのは、まあ、そんな感じで順調に進めてた練習だったんだけども、まあ、実際ですね、まあ、後半もみんな見て、皆さん見ていただいたんであれなんですけども、納豆が全然バカにならずに、いつまでもなんかガガガガガガガ締めてるような感じで、まあ、ちょっと途中からはその締めた個数とかっていう感じじゃない、こう動画になってきちゃったんですけれども、まあ、いいですよね。はい、最強は、これ、ベッセル。超強端ミラーソケット 40V 対応とかって、こいつ強かったっすね。しばらく揉んでたんですけれども、全然大丈夫ですね。はい。で、田島の耐久ソケットも強かったですね。ちょっと私が、かなり長い間締めてたんで、まあ、結果的には折れてしまいましたけれども、まあまあまあ強いという形でしたね。で、トップさんのこのアルファソケットは、まあ、結構前の商品だったんで、まだこんな40とかが出る前だったんじゃないかな。だからまあ比較的早い段階で折れたんですけれども、一応、最強っていうところではこいつに軍配が上がったかなと思います。
で、まあ、この KTC の難攻不落ソケット、まあ、これも看板に偽りなしって感じで、まあ、折れてしまいましたけれども、まあ、えらい早く折れちゃいましたね。まあ、実際ですね、こんな36V だとか 40V だとか、あとは、もちろんこんな 1100N なんていう、ので、揉んでる方がアホなんですよね。すいません。僕がちょっとちゃっちゃとやりたくてこんなになっちゃったんですけど。まあ、実際 18V で締めれば、全然どのやつも折れないっすよね、とかっていう回答になると思いますし、まあ、今回はこのビットの、どれだけ折れねえんだ、みたいな勝負をやらせていただきました。あとは、まあ、最初の冒頭でもお話しした、錆び具合とか、まあ、そういったところ、あとは、ま、横からかかる力とかっていうんですかね。実際これもですね、今ソケットの方絡まして絡ましてなんで、普段かからないような方向の力もかかっちゃってるんじゃないかと思うんですよ。まあ、そういうところもですね、関係してくるかと思いますけれども。はい。いや、いいっすね。はい。もう言い訳うるさい。はい。ごめんなさい。とにかくこのベッセルさんよかったですね。勝ちましたよ。超ゴータンミラーソケット最強。はい。おめでとうございます。はい。以上、ヒデさんの動画でした。ありがとうございます。